こんにちは、ランクが日誌になりましたサードラです。今回なんですけど、運営さんからお知らせがいくつかまた来ましたので、毎度おなじみモンスターハンターライダーズニュースをやっていこうかなと思います。はい、でまずなんですけど、こちらですね、累計400万ダウンロード突破記念でプレゼントが運営さんからいくつかあります。でこれ今日まで配布があるものなんですけど、まず1個目はこちらですね、4月の18日まで合ってるもので、オーブ300個と星5ライダー確定型チケットが1枚もらえますよっていう内容の配布が入ってます。でこの下ですね、これが今日までなんですけど、3連休で毎日プレゼントで、その手にイベのガチャチケットが5枚と闘技大会入場券が5枚合わせ、まあの3日間なんで計15枚ずつが、ログインするともらえますよっていうのがあってるので、これは忘れずに受け取りをされてください。でもし僕の動画見てる方って他ゲーをしてる方も多いと思うので、もしなんか今から始めようかなと思ってる方とかは、これログインするとこの星5確定ガチャチケットがもらえるので、まあワンチャン始め時かなとは思います。本当は竜騎祭で始めるのがいいんですけど、竜騎祭って引こうとしたらどっちにしてもリセマラ時間かかるので、始めるんだったら結構今かなとですね思います。まあ、竜騎祭まで頑張ってリセマラする方は竜騎祭待って始めてもいいんですけど、竜騎祭までリセマラするってなると結構一生の終わりら辺とかまで進めてやっと引いてリセマラ1回とかなっちゃうので、そこまでしない方とかは、まあこの星5ライダーガチャチケットと引き直しガチャ使って始めてもらうと結構リセマラですね、スタートダッシュ切ることができると思うので、例えばこれでシノとマリーとかですねを引いて、初手で引いてスタートするってこともできるので、まあ引き直しでシノでこの星5ガチャでマリー狙うとかですね、そういうのができると思うんで、まあ始めようかなと思ってる方はまあ始め時に今なるのかなと思いますって感じですね。これがまず400万ダウンロードのキャンペーンで、次なんですけど、デイリークエストの受注クエストなんですけど、これが3月の23日明日から3月の末まで開始されまして、デイリークエストの挑戦回数が2回から4回になります。でこれが前回はゴールドだけ4回とかだったんですけど、ゴールド、オトモン団子、強化素材、ライダー鉱石、クエスト全部が4回ずつになるみたいですね。でこれが前回のゴールドが4回になった仕様と同じであれば、この4回プラス増加回数増加が10回は変わらずにできるので、まあマックス14回まで1回ですね、デイリークエストをできるようになるのかなと思います。で、まあこれも一緒ですね、今からリセマラで始める方とかはリセマラで引き当てたキャラをまあ育成でブーストかけることが今できるので、まあこれも始め時なのかなと思います。で次ですね、新規ユーザー応援キャンペーン、まあこれはもうそのままなんですけど、新規で始められるユーザーさんに向けてプレゼントが入ります。でこれは僕たちももらえるので、期間が明日から4月の6日までですね。まずプレゼント内容が期間限定のスタミナ回復薬と、まあ10個なんで生姜10個で300スタミナ分ですね、とライダー鉱石2000、団子2000と非石強化剤が5個は、これは、皆さんもらえます。でここからランダム要素になってまして、ライダーズガチャチケットもしくは星5のライダー宝珠が10個もしくは星4のお供宝珠が10個もらえますよっていうの、これはランダムになるので、まあ人によって変わりますね。でなのでまあこれは11時ログインするときに、お祈りしながらログインして受け取ってもらえるといいかなと思います。個人的にはこの一番下のお供宝珠、星4のお供宝珠10個とかはちょっと外れに今回はなるのかなと思うので、まあそこはちょっとお祈りしながらログインするっていう感じですね。はい、で最後ですね、襲来ドスイオス配信なんですけど、これは結構早かったですね。この前ウルクススが来たばっかりなんですけど、新たにドスイオスの襲来クエストが来るみたいです。でこれに関してはまあ本家のと一緒ですね、ドスイオスが本家と一緒の仕様であれば、弱点が水と雷になるので、まあ輝いてくるキャラクターは空母とかシノとかあとライラですね、その辺が輝いてきて、あとはまあ雷属性アタッカー持ってない方とかはおそらくまあ高火力出せる、まあダライアスだったりとか火力が高いキャラクターに陣王が引っ付けて戦うとか、まあそういった流れになってくるのかなとは思います。でこれに関しては前回のウルクススと一緒で攻略動画を明日ですね撮りたいなとは思ってるんですけど、一点ですね、ちょっと難点がありまして、前回のウルクススの動画を撮った時に、結構お供を入れ替えたんですよね。で、その結果、お供の譲渡チケット1枚あったかな？これなんですけど、ないっすね。
こんな感じでお供の譲渡チケットがゼロ枚になってしまって、今僕お供を動かせないんですよね。なのでちょっとまあ明日までになんとか、今ちょうどティガレックスが合ってるので、これですね、ここの、イベントでティガレックスの、上級でですね、一応まあ低確率にはなるんですけど、お供の譲渡チケット落ちるんですよね。これでちょっとまあ3、4枚かな、できればちょっと確保を今日中にしておきたいなとは思ってますって感じですね。ただまあその手イベントも僕まだ終了してないので、まあ結構厳しいかなと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。で、今日からエンディングがつくようになっていますので、ぜひぜひ最後のエンディングまで見ていただけると嬉しいです。で、これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思ってますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方は、チャンネル登録と高評価をぜひぜひお願いします。バイバイ。